置いときそこバッグで購入品イエーイ。まずはこのゴルフ、ミニゴルフセットです。これは何もおもちゃがないおじいちゃんおばあちゃん家の家に置く当たっているし、置くゴルフのおもちゃを置いてみました。これここになんかボールが入れるようになってて、ちょっと取れるやんな、お飾り。これ取れる、お、いいよな、なくせへん。これをちょっとおじいちゃんおばあちゃん家のところに置いておこうと思いました。イエーイ。これ結構いいな。税込み1309円。せーの、次ぼやけてないよ。次が最近ボールが好きなんで、このアンパンマンボールです。なんかちっちゃすぎず大きすぎずがいいかなと思って、なんか最近ボール蹴ったり投げたりにハマってるんで、この痛くないボール買ってみました。これが税込み780円です。毎回やんのそれと、次にこの初めてのパズルアンパンマン買ってみました。なんぼ？これが税込み539円です。言って2ピースと3ピースしかないんですけど、まあまあ楽しむかなと思って買ってみました。で、次がこれは全然買う予定がなかったんですけど、 USJ に行った時に本当は買おうと思ってて、なんか売り切れだったんですけど、お猿のジョージ。え、なんでユニバー売り切れなのかわかんないですけど、これ同じのな、ほぼほぼ一緒じゃん。まあ種類はちゃうけど、なんか寝る時にぬいぐるみ抱くというかハマってるんで、最近ぬいぐるみやっと好きになってきたんで買ってみました。今はなんか恐竜のぬいぐるみを抱いてるんですけど、ちょっとお猿のジョージ抱っこさせたら可愛いかなと思って買ってみました。なんかもう一個大きさあったんですけど、なんかもう一回りこのでかいやつはさすがに邪魔と思って、この人あの最後の最後まで押してたんですけど、息子にどっちがいいって聞いたらこっちって言ったんで、こっちにしました。多分こっちにして正解です。でかすぎたらあんまちょっと可愛くないなと思って、このサイズがいいかなと思って買いました。これが税込み2000円です。2200円なあ、税込み2200円です。で、本当は今日これを買おうとしてバースデーに来たんですけど、最近靴がまた小さくなって、こういう方が軽くて歩きやすそうなんで買ってます。柔らかくて14センチ履いてます。これええやん、なんかめっちゃ運動靴って感じ、歩きやすそうで。で、こっちがちょっとコンバースもどきのタイプです。ニューバランスとコンバース買いましたの、ちょっとあの寄せたやつ可愛かって普通に書いたら、あの合わせやすそう。これが一つ税込み1309円です。税込みこっちも1309円です。で、次がコップで渡したらあのこぼしちゃうんで、こういうピクニック用のストローと蓋がついてる。そうそう、だからこれだったらまだこぼさないかなと思って、こういう感じの、こういう感じのストローを刺して飲めるタイプです。する癖あるんで、こう飲んだよみたいな、こうやって渡してくるんで、あ、結構しっかりしてんな。取れへんや。お前これ良さそう。これめっちゃおすすめです。まだ使ってないけど。いや、まだやろ。良さそうじゃないこれ。かわいい。いきなり今おすすめに上がってきたけど。いや、だってこれほらめっちゃしっかりしてもここもほら、こぼしにくそう、うん、こぼしにくいやつ。ストローは使い捨てっぽいけど、これも3個入って蓋も3個。そう、めっちゃいいかも。だって洗い物してないっていう時、急がないと焦らされるので3つ入ってるんで助かる。これしかも食洗乾燥対応です。これポイント高いですまた多分同じ系の種類のこのミッキーの水筒を買いました。半年前ぐらいにもこういう飲むやつ買ったんですけど、私がパッキンを捨ててしまい、すごいこぼれるので、あのボツになり買い替えです。ストローも何もなしで開けて飲むタイプです。まあ可愛かったんで。これ食洗対応なんぼ？これが税込み1309円です。以上がバースデーの購入品紹介でした。待って、俺もなんかこんなんしてもらいます。
まこれパイナップル。いただきます。いただきます。うま。最高やん。しゃぶしゃぶ最高。このだしなんか食べたことあるか。あるな。でもようある味じゃない。しゃぶしゃぶなんか野菜食べてるって感じする。なんか不作っていう日やがって。関係あるか。ある。みたいな匂いする。アプリコットやから。美味しそうな匂いする。すごい匂いする。どう濃い。お、美味しい。好き。ハムとかチーズ系食べたいかも。美味しそう。うまっ。これうまっ。めっちゃ美味しい。これ好きなの。うん、うまっ。全部好きな味。さあ、ピーチティーやな、これピーチティフィズム。もう酒めっちゃ入ってるやん。これ4.5%やで。おまパン。これの縄張り。うるせえ。かわいらしいし。何が出るかな、何が出るかな。うるうるしい。バナナー。まま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 。おいしい。ありがとうございます。怖いこれ。また打ちゲームみたい。こっちは全部飲んでるかな。匂いがもう好き。こっち火すん。匂いがもう好き。うま。渋茶欲しい。渋茶欲しいな。これ最高です。あ、ジャルマルしようとしてるやん。うっすない。いや、うっす。もうちょっと。いや、待ったらいけるって。もうやめて、置いといて。え、今日晩飯なの。ちょっとくしゃみせんとっけや、人の茶の前で。くしゃみしてへんわ。むせたいな。え、いいやん。サムギョ見て、これで多分いけると思うんだけど。2回目。もういいんちゃう。限界ちゃん。それはまあちょい薄やけど、いけんことないな。お湯や。ほんのりまあ許せる。そんなん食うたら晩飯食われへんなんで。だから遅い。
誕生日おめでとう。おめでとう。わー、わー、楽しい。もうろうそく入れてくれてるか、まあ一応見といて、にーと。バイバイ。お塩切ってきます。うわ、お、もう全部食べたん？いちごくれるって。そんな食われへんで。おいしい。ちょっとやばいやばい。ありがとう。お、すごいやけど。え、やば。すごいやけど。ハッピーバレンタイン。すげえ、なんかユニバって感じ。かわいい。ありがとう。すんごいゴージャスやな。これ何入ってんやろ。いちご。おめでとう。すんごいゴージャス。ありがとう。おしゃれやな。こんなおしゃれなケーキあんま食べたことない。どうぞ、みこちゃん。手で投げてくれ。ママ、わかった？わかった。いいな。風船3つのうち1個しかないやん。あ、濃厚。うん、すごいコッケがめっちゃチョコやな。めっちゃ濃厚。ドライすごい。一応。うん、ドライの。靴脱げる。無理。感覚。ジッパーや。え？ジッパーや。一緒や。じゃあ俺無理。暇やこれ。はい。行く？腹減ったな。お腹減った。あれ行こうや。言ってたベトナム。あ、ベトナム料理行きます。カバン置こうか。うん。行きかける。わ
いい匂いする。あの夫おすすめのベトナム料理に行きたいと思います。俺ベトナム出身みたいな。いやタイやフィリピンか。ベトナム料理のランチした後に私たちのあの茂った眉毛をちょっとワックスしに行きたいと思います。ビフォーアフターも撮りたいと思います。あんまアップ嫌やで肌質映るやん。この激激やぼった眉毛をワックスしに行きます。え、わかる？その距離感で。全然わかる。で、今日は後のこのしげしげ眉もワックスしに行きます。みんな覚えててください、この眉毛の感じを。こっからのですよ、こっからの。ドア。ではベトナムカフェに行きます。フォーイ、フォー行こうか。え、かわいい。お店の感じめっちゃかわいいやん。これに牛肉フォー。早いやろ。美味しそうやし、かなりお腹減ってきたばり。かわいい。俺のおすすめは、うんうん、牛肉の方とチャーハン。ハスって何？なんか葉っぱみたいな。これベトナムで飲んだかも。ハスちゃん。うん。で悩む。ベトナムチャー。あ、それでも締めじゃない？締めをやる。あ、締めあった。普通にベトナムコーヒーにする。あのメニュー表見せて。あ。食べよう。美味しい。美味しいな、これ。ほんまに美味しい。このスプーンが可愛い。これ絶対美味しいやん。これめっちゃ美味しい。そうそう。ベトナムで食べたカリカリのやつ入ってる。大満足。これも食べよう。この上のカリカリ激うまじゃない？めっちゃ美味しいよな。この組み合わせ最高じゃない？これいいのあるよな。あるよ、使ってないけど。こういうことやったよ。え、そうっす。どうだい。これを思うんやけど、混ぜる。コンデンスがあるからさ。濃い。めっちゃ濃い。美味しい。でもすごい濃いんだ。マットコナーがあるんだ。そういうのやるよ。俺これのもすごい間抜けに見える。確かに息はめっちゃしやすい。クニクニですね。おお、めっちゃ顔綺麗に見える。横向いてちょっと横、せーの。やばい。バリ綺麗やで。すごない。てかなんかめっちゃ顔が綺麗な人に見える。